はい、まあ、フラッシュは注意喚起もしてるのでし、まあ、こうプレーがやりづらいだったりとか止まってしまうっていうのも、まあ、理解はできるんですけど、まあ、アンパイアのプレー中だっていう意見は間違ってないと思うので、まあ、フラッシュっていうところで同情はしますけど、なんか、はい、なんとも言えないです。今年はいつもとは違って、なんですかね、こう、なんですかね、結果として来れるだろうっていう想定もなく、まあ、先週からだんだんいいプレーができるようになってきてっていうところで、はい、準決勝まで進めたことは、はい、嬉しいです。来れないと思ってたわけではないんですけど、はい、まあ、やっぱり怪我をしてから自分の中ではあまりリズムよく動けてなかったところもあって、先週やっとこう自分の中でリズムよく動けてきたところだったので、それがまあ今週も続けられるかだったりとかっていうのは正直自分でも分からなかったので、まあ、こうやって、まあ、動きとしてはいいコンディションをキープできていると思うので、はい、そこは良かったなと思います。まあ、ここまで来れてるっていうことはとても、自分にとってプラスなことだと思いますけど、まあ、明日がとりあえず勝負だと思うので、まあ、優勝はもちろんしたいですけど、明日もう一回、明日一回全部出し切るつもりで勝負ができたらなと思います。